おはよう。イノシシ結構こんな民家のとこまで降りてくるんですね。アルちゃん留守番してた。ブーちゃんとハルちゃんは朝の散歩兼草むしりの手伝いしてんの。ふーちゃん、ふーちゃんまだ卵大丈夫か。卵産みたくなったらカート入るや。入ってカート、なんか言いたげやな。はるちゃんおいで。はるちゃん、はるちゃん何してた。はるちゃん何してた。あ、これは人間のやつだから、これ見てたんか。ふーちゃんパン目ざといな。ふーちゃんそうか、そうか、ぐーちゃんはね鳥が気になるよね。おい、ぐーちゃん警戒してなかったのか。ふーちゃん、ぐーちゃんに、ふーちゃんに。だいぶ猫慣れしてきたな。見てるだけ。大きさは？はるちゃんの方がでかい？えらいな、見るだけで襲わないで。もう分かってるみたい。襲っちゃダメっていうの。でも気になるんですよね。ダメというかね、無理だって分かってる。結構うちでもね、こうじゃれ合うじゃないけど、こう飛びかかるあれするけど、はい、全然鳥も平気なの。そうか、鳥も安心してるんですね。ふーちゃん、これヘビイチゴ。あんまり？あ、食べてる。ふーちゃんは？いらんの？ふーちゃん、これイチゴ。いらん。珍しい、はるちゃんの方が食べてる。はるちゃん食べてんの。リスがいるらしいけど、リスみたいな。はるちゃん、今日の朝はね、ウグイスの声でね目が覚めたんですよ。僕初めてですね、ウグイスの声で起きたのは。いや、よかったな。はーい、はるちゃんはちょっと警戒してるけど、ふーちゃん、この猫のぐーちゃんとかなり友達感というか距離が縮まったな。ふーちゃん多少は緊張してるんでしょうけど。よし、じゃあご飯だって、一回帰りますか。帰りましょう。2日目の朝です。今日はお土産のジャイアントミルワーム試食会でございます。はい、来たよ。試食会です。どうやって、いつも素手でしたっけ。僕は素手ですけど、やっぱ最初はね抵抗ありましたけど、大丈夫ですよ。噛まれない。噛まれない。怖いと思う。知らんけど、じゃあ
お、とりあえだとりあえだ、お祭りだ。チャチャ食べた？あ、とりあえとりあえ。まだ食べてないの？飲み込み方がね、最初は分かんないですよね、でかいから。喉越しがね、まだ。あ、食べた食べた。あ、もっとくれか。やばいって言ってる。食べた。第二弾、第二弾。ハハハハ、賢いな、そこを狙ったか。もう覚えた。なんかどこまで行くの。おーい、ちょっと。そうか、飲み込む暇がないもんな。そんなに追いかけられない。戻ってこい戻ってこい。あ、来た来た来た。どこまで行くの、ミルワーム一匹で。大変。覚えてしまった。頑張れ頑張れ。取られるな。落としたら負ける。いやー。大変だな、鳥の世界は。あ、奪われた。誰に？ココ。ココに。あら、取られちゃったよ。またみかんやな。痛い。これ一緒にあげたらこう散っていくんですよね、ガーって違う方向に。退散みたいな感じで。ゴーゴー、せーの。おい、見て。あー。おい。お、やっぱ2方向に。なんで4匹くれへんのって。やばいやばいやばい。あー、奪われた。下手くそなんやって。みかんみかん。美味しいね。あ、頑張れ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 。隠れて隠れて。早く早く。もう疲れてるやん。早く。あ、食べた。楽しいな。なんか食べ終わった後の嬉しそうな声が可愛いな。あ、おねだりの声だな。終わりがないよ。4匹。はい、それぞれ見つけて、それぞれ見つけて。あ、違う違う、違う、あ、ここにある、ここに、ほら潜っていくよ、ここ、ここ。あれ？取られる、取られる。食べた？もう食べた。食べた後、ほら、上にまた奪われる。最後になって。頑張れ。遅いから食べるの。大丈夫か、大丈夫か、最後の一匹。泣くからや、泣かんと食べ。味わいたいよね、ゆっくりね、よく噛んで。よかったね。みんな食べれたね。見てこの見方。見てる。ハウスの中でね、ミルワーム争奪戦が盛り上がってるんですけども、こっちはあれ？ふーちゃん卵ちゃうの？ワンちゃんいるから落ち着けへんか。逆向きにしようか。ふーちゃん卵やろ、入っときいいよ。さっきふーちゃんがね、あのキャリーバッグの中入ってたんですけど。ふーちゃん卵ちゃうの？まだ暑いん？うん、向き変えとこうか。ふーちゃん何食べてんの？もっと上行ってくるからな、遊んどいてな。
ふーちゃんゆっくりしといてな。はるちゃん割れてましたね。一個割れちゃってた、はい。さっきの子たちが 1期生で人間に育てられた子で、左のこの茶色い子、一番左の茶色い子が、まあ、みかんちゃんっていうらしいんですけど、その子たちがこの2期生を育てたらしいんですよね。2期生の方はね、ちょっとまだ小柄ですよね。半年で半年か。1期生の方が人には懐いてるみたいですね。あ、意外と早い動き、うん、おなんあ続いてる。いいね、ゆっくり食べれて、僕と違ってあ食べた、美味しい、食べた。かわいいな、小柄で口拭いて。ナスはあげないほら、ナス守られてる。あんま気づいてないか。新しいもの食べない。食べてみ、美味しいから。来てからあんま食べないめっちゃ見てるめっちゃ見てる。何それ。でもちょっとかっこよくなったな。あ、下に落ちた瞬間に気になってたんやなんやスルーあげない。あ、姫ちゃん来た。あ、見つけた食べた。ちょっと二太郎にもあげてよ。二太郎。二太郎。まあそうなる。あ、気づいた気づいた気づいた。急に始まった。ナスビがなんだなんだって。一緒に興奮してる。何の騒ぎだって感じ。取った取った取った。ひめちゃんすごいな。男の子大丈夫、なんか後追いで守ってるようなおどおどしてるようなおどおどしすぎひめちゃんすごい。どうしたみんな、どうした頑張れ頑張れ。もう食べた食べた食べた。あ、向こうの子たちも分かってるんですねじゃあこの子にも食べると思う。そうか、巣箱に入った。あ、食べた食べた。いて食べた。卵産む前にな、栄養つけな。あ、取られた。おー、ひめちゃん加速すごいな切り返しがなんじゃ。食べられちゃった。ナス君は食べてないの、まだ。ナス君は人の手から物を食べるっていうことしたことない。警戒してる警戒してる呼んでますね。優しい、すごいな人間男子見習いましょう、これは大地夫人が取りに。ああ、優しい。あ、もう卵どこでなくなった。こういうことか。あの声ですよね、もう親がする声だよね、あれ。優しいな、こういうことか。噂には聞いてたけど。キュウリがもう卵どころじゃなくなった食べたいよね。頑張れ、ひめちゃん。ひめちゃん頑張れ、ひめちゃん頑張れ。あ、狭いとこにいた。いた。ひめちゃんちょっと大きくなってるよ。食べた。食べた。食べた。大変。ナスビはそれでいいんか。ナスビかっこいいとこ見せて。4匹一気に。
行くよ、ナス。行くよ、ナス。どこにあって？じゃあ行くよ、ナス。これ。はい。みんな。ほら、みんな。こっち。今でも食べる気あったよ、食べる気はあれって感じです。おはようございます。じゃあ歩きますよ。ふーちゃんおいで。じゃあ仲良く。向こうで怒ってる。向こうで産卵箱の中で怒ってる。産卵箱の中ちょっと泣いたね。ふーちゃんこの幼虫の声めったに出さないですよ。クオークオークオークの面取りの声、はるちゃんが来た時には出したんですけど、今ちょっとだけ、うん、これですね、小さいですけどね、高い声。でもはるちゃん来た時はすごいでかい声でやっぱ泣きましたね。あ、違うわ、アローカナの声か。いや、ふーちゃんの声。ふーちゃんの声。あ、両者睨み合ったまま。でも黒はすごい優しいんで、かかっていくことはないですね。今黒ちゃん目が優しいな。ボスが産卵箱におるから、チャチャも行かへんて。あれ。あれ一触即発ってやつですね。あのフリーズは。フリーズ。でもこっちは。なんで今ハズクロ嫌なった。あっちあんななっても。ふーちゃん箱砲みたいに見えるな。あかんすごいね、やっぱ群れでやるんやね。すごいね、まこちゃん。でも今日はふーちゃんから言ったな。嘘、ここでしょ。向こう3対1ね。こっちはなんで1なの？2じゃないの、はるちゃん。一応ここでなんかあったみたいな。もう勇敢ですね。ちょっと縦紙こう膨らんでるから参戦してたかもしれない。気持ちは気持ちだけね。はい、皆さんちょっとお気づきの方もいるかもしれないんですけれども、ひよこ1羽譲っていただけることになりました。非常にね嬉しいんですけれども、150羽いるんでね、決めきれないんですよ。どの子も可愛くて、でね、今どの子がいいかなと思って見てます。上にいたね、2期生みたいなこの薄い茶色で、しかもこう白い子たちがそうで、顔にね茶色い模様が出ると思うんですけど、その子たちも色ね可愛くていいなと思うんですけど、白い子たちね多すぎて、じゃあこの子って選べないんですよね。ねえ、ふーちゃん、はるちゃん、特にはるちゃんに受け入れられられるには強い子じゃないとダメだし、まあね、一緒に、なんか最初は一緒にしないですけれども、もうかれこれ1時間ぐらい今ここにいてね、ずっと見てます。罪深いなぁ。で、連れて帰ったらね、人生が変わると思ったらね、みんなで仲良くやっていけるのに、なんかマンさんに飼われてお姉さんたちにいじめられてっていう、ちょっと最初は試練もあると思うんで。やっぱりね、子供を選ぶっていうのは責任が伴いますんで、ちょっとね、じゃあこの子って簡単にはね、言えないんですよね。でね、黒い子は、かなちゃんとね、やっぱり被っちゃうんで、黒い子はね、やめようと思ってるんですけど、ね、ちょっとかなちゃんにも申し訳ない気持ち、ね、そっくりな子だったらちょっと申し訳ないんで。違う色の子で今探してます。すいません、ちょっと決めきれないんで、どの子にするかっていうのは、次の動画で発表したいと思います。あ、もう上でもいいじゃないですか。あるちゃん足が熱いか。あ、大丈夫です、ね、いや、どうもありがとうございました。ありがとうございます。
します。お世話になりました。お母様ありがとうございました。このね、この中に新しいね、ひよこが入ってます。この子ね、いただきました。本当にありがとうございます。大切に育てさせていただきますんで、これから主役となっていくことなんで、また里帰り企画もしましょう。そうですね、ぐちゃん、はるちゃんも連れて遊びに行きますんで、どうもありがとうございました。ありがとうございました。